一。痛い。二。あ、痛い。おい、大丈夫かおっさん。いって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 。仕事中なんだが、どうやら最近腱鞘炎みたいで、数取り機を押すたび激痛が。おお。おいおい、無理すんなよ。そんなに痛いんなら休んだ方がいいんじゃねえのか。バイトを雇ったんだがドタキャンされてしまってね、休むわけにもいかないんだ。おお。おいおい、相当ヤバそうじゃねえか。あれだったら救急車呼ぶか。いや、数取り機さえ押さなければ何ともないから、それは結構だ。しかし代わりのバイトもなかなか見つからないし、近頃の若者は交通量調査のような地味なアルバイトやりたがらないからな。交通量調査、なんだそれ。何、君は交通量調査を知らないのかね。聞いたこともねえな。調査っていうからには難しいのか。何、簡単さ。交通量調査はね、道行く人や横切る車を数える仕事なんだ。へえ。で、どうやって数えるんだ。交差点の脇に座って、そこを通るものをこれでカウントするんだよ。どういうことだ。例えば車を数えるとするだろう。いったーい。おい、大丈夫かよ。なんとか。こんな感じで車が通ったらカチッとこれを一回押すんだよ。わかったかい。おう、要は何かが通ったらそれを押せばいいんだな。その通り、バッチリじゃないか。じゃあルールがわかったところで、早速交通量調査をやってみよう。おいおい、ルールは覚えたけどよ、まだやるなんて一言も言ってねえぞ。そんな。カウントしたくて仕方ないのに、痛みのせいでできない哀れな私の前でそんなことを言うのかい。頼むよ、生かしたパーマ君。痛みが増してきた。座りながらできるし、時給も高いよ。仕方ね、やってみるか。本当かい。いやー、助かるよ。君、名前は。春日一番だ。春日くんか、いい名前だね。私は未知の調べ。この辺で30年間道路交通量調査をやってきたんだ。30年。そいつは相当なベテランだな。まあね、カウントさせたら右に出る者はいない、ミスター交通量調査と同僚たちから呼ばれているよ。おっさん、そんなにすげえのか。今となってはこんな手だけどね。でもよ、そんなにひどい腱鞘炎になるってことは、交通量調査ってのは実はかなり力がいるのか。いや、力がいる仕事ではないよ。ただこの辺は交通量が多くてね、せわしなくカチカチしなくちゃならないんだよ。でも春日君は見たところ私より丈夫そうだから、体の心配はいらないと思うよ。へえ。じゃあとにかくひたすらカウントすればいいってことだ。ああ、そうさ。この数取り機をひたすら押す地道な作業が道路の計画や建設に役立つんだ。たまに座ってカチカチやってる奴らはそのための交通量調査員だったってわけだな。そうとも。あれは車の種類やどんな人が通ったかをカウントしているんだよ。調査員が集めたデータをいろんな企業や団体が利用して町がどんどん発展していくんだ。へえ、初めて知ったぜ。では早速練習してもらおうと思うんだが、準備はいいかね。ああ、いつでもいいぜ。頼もしいね。じゃあ練習を始めるよ。はじめはお手並み拝見ということで、15秒間で男性が何人通り過ぎたか数えてもらおうかな。
通り過ぎる男の数か。やってみるぜ。おお。なるほど。ありがとう。ありがとう。ありがとう春日君、完璧だね。それじゃあ今日の謝礼だよ。それにしても随分賑やかで指が疲れたぜ。この辺りは昔からいろんな人が行き交うからね、数えるのは大変だがなかなか面白いだろう。だから私はここの交通量調査が好きなんだ。今までは気にしたことなかったけど、よく見ると面白い街だよな。それにしても春日君、驚いたよ。まさかこんなに早く成長するとは。ミスター交通量調査の教え方がうまかったんじゃねえか。ありがたいね。どうやら私の目は確かだったようだ。春日君がいれば安心して引退できるな。何言ってんだよ道野のおっさん、まだまだ現役だろ。それがね、私の腕はただの腱鞘炎じゃないようなんだ。え、どういうことだよ。痛みと腫れだけじゃなくてね、しびれも取れなくて、
もう数取り機を使うのはやめろとお医者さんから止められてしまったんだ。そんな。何、心配はいらないよ。これからは現場リーダーとして下の世代に仕事を教えていきたいんだ。春日君、交通量調査をやってみてどう思ったかね。え、それはまあ地味なのに意外と難しくて気づいたらムキになっちまってたかな。そうだろう。地味で地道な仕事なんだよ。でも毎日こうやって数取り機を押すことで少しずつ景観が変わっていくのを見ると胸が熱くなるんだ。だからこれからは自分が楽しんだ分後継者にこの面白みを伝えられたらいいなと思ってるんだよ。じゃあ俺がその第一号ってわけか。そういうことになるね。私が困っている時に助けてくれて春日君には本当に感謝してるよ。こっちこそいいバイトさせてもらったぜ。後継者って言われるには荷が重すぎるけどよ。そうだ、春日君、これを。それは私の意志を継ぐ者に渡そうと思っていた私のお風呂なんだ。意志を継ぐ？何？重く捉えなくてもいいさ。春日君は生徒第一号ってことで、その記念品だよ。そうなのか。じゃあ遠慮なく受け取っとくぜ。もし私が若者の監修ができなくなったら、その時は仕事を引き継いでもらうかもしれないけどね。え？おっと、急用を思い出した。おい待てよおっさん、この仕事を継ぐ気はねえぞ。ん？なんだって？それじゃバイビー。行っちまった。ったく、なんだってんだよ。だが交通量調査員、なかなか深い仕事だぜ。こういう地味な仕事がこの町を支えてるのかもな。